外国人が驚いた、日本だけの炭酸飲料を知ってますか？世界には、様々な炭酸飲料が存在しているが、その中には日本だけにしかない炭酸飲料は結構あるって知ってたか？確かに、日本だけの炭酸飲料は結構多いと聞くけど、あまり詳しくは知らないわね。どんなのがあるのかしら？では、霊夢に教えるためにも、今回は訪日外国人が驚愕した、日本だけの炭酸飲料を7つ紹介するぜ。有名なものから意外なものまで幅広く紹介されるから、ぜひ最後まで見ていってね。というわけで、ゆっくりしていってね。一つ目は、ラムネだ。ラムネは、もともとは1800年代に外国から日本に持ち込まれた炭酸飲料だ。その後、日本で独自に瓶を開発したことと、王冠が世界中で普及したことによってラムネ瓶が衰退した結果、いつしか日本独自の飲料へと変化していったんだ。つまり、時代の流れで日本特有の飲料へと変わっていったってことなんだね。そうだ。今では夏の風物詩というだけでなく、ご当地ラムネといった変わり種が誕生したり、独特の開封方法や清涼感から海外でも人気の飲料となってるんだ。しかし、このラムネが大ピンチを迎えているそうなんだ。え？ラムネがピンチって、一体どうしてさ？その原因は、新型コロナウイルスとインフレだ。実は、昨今世界で流行した新型コロナウイルスの影響で需要が減退したことによって、瓶の製造工場の閉鎖が相次いだんだ。その影響で、全国的に瓶が不足するという事態に陥ってしまったそうなんだ。そのため、書き入れ時でもあった夏の間も生産量を落とさざるを得ない事態だったらしいぜ。マジか。コロナウイルスの影響がこんなところにも及んでいたなんて思わなかったわ。加えて言うなら、中に入れているビー玉や飲み口に使われる樹脂ですら、供給量が結構ギリギリの状況らしい。しかも、海外でのラムネ人気の高まりも、悩みの種だそうだ。今では、ラムネ全体の売り上げの4割以上が海外輸出によるものだそうで、そこに割り当てられる量が作れないとなると、かなりの大打撃を受けてしまうんだ。確かに売れるって分かってる商品が作れないってなったら、会社的にも売り上げを上げるチャンスをなくすってことだもんね。そのため、ペットボトルに変更して生産する、という選択肢も出てきてるんだが、海外ではあまり評判は良くないそうだぜ。やっぱり、ラムネといえば瓶ってイメージがあるからかな？それもあるが、昨今では環境に配慮した動きが活発になっていることから、リサイクル可能な瓶の方が好まれているという事情もあるんだ。それに、ペットボトルよりも瓶の方が賞味期限が長く設定できるため、品質保持という側面でもなるべく瓶での生産を検討したいそうだ。しかし、そこでのしかかってくるのがインフレの影響によるコストアップだ。ラムネの場合だと一番の影響は砂糖の価格高騰が問題になってるそうだ。結構意外なところがネックになってるのね。なので、その部分を価格に反映させたいところなんだが、難航しているらしい。仮にうまくいったとしても、そうすると売り上げも落ちると予想されている。どのみち、厳しい状況には変わりなくなるってことだね。そうだな。とはいえ、ラムネは世界に誇る日本の飲料。なんとか今の形で存続していってほしいぜ。二つ目に紹介するのは、サイダーだ。よくラムネと混同されがちになる飲み物よね。霊夢の言う通り、ラムネと混同されがちではあるが、作られた当初はラムネはレモン風味、サイダーはリンゴ風味という違いがあったんだ。加えて、当時はサイダーの方が格上扱いだったようで、サイダーは高級品で上流階級の飲み物、ラムネは庶民の飲み物と住み分けがあったらしい。とはいえ、今ではこの二つの違いは、使われている容器ぐらいしかなく、瓶容器以外の透明な甘い炭酸飲料はサイダーってのが日本では基本になってるな。日本には様々なサイダーがあるが、国内外で有名なのは三ツ矢サイダーで、外国人が日本のサイダーで思い浮かべるのはこれってぐらい浸透してるぜ。確かに、私もサイダーって言われたら三ツ矢サイダーを真っ先に思い浮かべるわね。ちなみに、サイダーの語源はシードル。リンゴ酒という意味を持ち、私たちが思い浮かべるサイダーとは別物なんだ。しかし、今ではサイダーとシードルは別物という認識になっており、日本でもサイダーは炭酸飲料。シードルはリンゴのアルコール飲料と区別されてるぜ。同じ語源を持つ飲み物なのに別物扱いされるってのも、なかなか面白いわね。海外でも基本的にリンゴを原料にしたお酒の部類に入ってるんだが、国によってシードルの立ち位置は結構変わってるようなんだ。フランスではシードル、英国ではサイダーと呼ばれており、アメリカでハードサイダーという呼び方に変わってるんだ。ややこしいな。なあに、地方によって呼び方が変わる飲食物なんて、日本にだっていくつかある。あれと同じと思えばいい。そういえば、近年は国内外でハードサイダーの人気が高まっていて、生産量や醸造所や取り扱う店が増えているんだ。あら、それはまたどうして？世界的に健康志向が高まっている影響で、低アルコール飲料の需要も高まっているんだ。
さらに果実で作られた酒ということで飲み口もライトなため、若年層を中心に人気を集めているというのもある。ああ、だいぶ前にビールを美味しいと思えないって若い人の意見が話題になったことあったわ。そう考えたら、飲みやすいアルコール飲料は人気になるよね。こちらも海外が主流だが、日本も10年以上前から独自に製造している。もしこの人気が高まり続けるようなら、日本産のハードサイダーが世界に輸出されるかもな。もしそうなったら、ハードサイダーでも外国人を魅了しちゃうかもね。そんな未来がないとは言えないから、どうなるか楽しみだな。三つ目は、メロンソーダだ。メロンソーダは、緑の食用着色料と炭酸水を組み合わせた飲み物だ。その歴史は、なんと明治時代から始まってると言われており、実に100年以上の歴史を持つ飲み物なんだ。結構長い歴史を持ってるんだね。原材料からして、一見海外で生まれた飲み物と思われているが、原型はともかく今私たちが知るスタイルのメロンソーダは日本独自のもの。つまり正真正銘日本発祥の飲み物だぜ。マジか。絶対海外産だと思ってたわ。でも、なんでメロンソーダを緑色にしようと思ったんだろうね。それは、当時のメロンは今以上に高級品フルーツという立ち位置で、庶民の憧れとなっていたんだ。なので、そんなメロンを彷彿とさせるために緑色にしたと言われているぞ。つまり、庶民の憧れる気持ちを狙って作られた飲み物ってことなんだね。まあ確かに、子供の頃を振り返ってみると、メロン味のものってなんだか特別な感じがしたもんな。だからか、かき氷もメロン味をよく食べてたぜ。なお、海外でメロンソーダといえばピンクだったり茶色だったりするのが一般的だそうだ。どっちもメロンっぽさ全然ないな。日本人の感覚からしたらそう思っちゃうんだが、海外の人からすると緑色の飲み物の方がメロンっぽくないし、飲む気にならないって意見らしいぞ。マジで？結構普通だと思ってたんだけど、日本には、緑茶など緑色の飲料は一般的に親しまれてるからな。その影響で、緑色の飲料に抵抗を感じない文化が根付いてるってのもあるんだろう。そう言われてみれば確かに、海外で緑色の飲み物ってないわ。とはいえまるっきりないわけじゃなく、調べたところロシアにタルフンという飲み物があるらしい。いやあるんかい。でも聞いたことないわね。これは、エストラゴンと呼ばれるハーブなどを使って作られた炭酸飲料で、ロシアがソ連と呼ばれていた時代から存在しているらしい。それはまた随分と歴史ある飲み物だことで。メロンソーダ特有のわざとらしい鮮やかな緑色具合など、見た目はそっくりだ。違いがあるとすれば、こちらは着色料なしで実現させてるってぐらいか。まあ似てるのは見た目だけで、味はシャンプーや歯磨き粉のような感じとのことで、まるっきり違うんだけどな。好んで飲みたいって味じゃないわね。私たちからするとそう思っちゃうだろうが、ロシアでは結構ポピュラーな飲み物らしく、ペットボトル入りで市販されてるらしいぞ。ちゃんと需要はあるんだ。これぞまさに恐ろしやね。だが、原材料がハーブだからジュースよりは間違いなく体には良いだろうな。健康志向になってきてる昨今を考えたら、もしかしたら日本でも需要が生まれるかもな。日本に来たら、間違いなくドッキリのネタで使われるんじゃないかな。じゃあその前に、私が仕入れて他の奴らに仕掛けてみるかな。やめときなさい。四つ目は、ビタミン C 飲料だ。これは、その名の通りビタミン C をはじめとした栄養を摂取できる飲料だ。そもそもビタミン C は、体の細胞と細胞の間を結ぶコラーゲンを作るのに不可欠な栄養素で、皮膚や粘膜の健康維持に役立つぜ。また病気など様々なストレスの抵抗力を強めたり、鉄分の吸収を良くしたり、有害な活性酸素から体を守る働きもしてくれるので、動脈硬化などを予防してくれる効能もあるぜ。こうしてみると、かなりいいことずくめな栄養素ね。そんなビタミン C を手軽に摂取できるビタミン C 飲料として、日本で初めて販売されたのが1958年のプラッシーだ。プラッシー？聞いたことないわね。プラッシーは、体にビタミン C をプラスするという意味が込められた飲料だ。販売元の武田食品工業の販売ルートの都合で、米屋をメインに流通していたという非常に珍しい流通経路を持っているぜ。米屋メインの飲料なんて、時代を考えても確かに珍しいわね。その影響で、販売当時は米の研ぎ汁が使われているという都市伝説があったらしいな。なんたる風評被害。同社はその後、ビタミン C 飲料の草分け的存在である C1000 シリーズを販売したりと、ビタミン C 飲料を語る上で欠かせない存在となっているぜ。欠かせない、といえば大塚製薬のオロナミン C も忘れちゃならないな。元気はつらつで有名な飲み物よね。オロナミン C も1961年に発売されて以降、現在でも愛飲されているロングセラー商品だ。
もともとは医薬品として出すつもりだったが、許可が下りなかったので食品として販売をしたということで、こちらも得意な経緯を持ってる。当初は販売困難な状況に陥っていたが、地道な販路開拓や CM による宣伝活動が実を結び、発売から7年後には販売本数1億本を達成したぜ。7年で1億本はかなりの偉業ね。また、当時の炭酸飲料としては珍しく、牛乳や卵黄、ウイスキーなどに混ぜて飲むことを提案していたことでも話題になったそうだ。ちょっと前には、サウナー向けにポカリスエットに混ぜて飲むオロポなんてのも提案してたよね。オロナミン C は海外でも人気で、特に昭和60年代からすでに販売していた中東各地、特にアラブ首長国連邦ではメジャーな飲み物として愛飲されているんだ。あまりにメジャーなため、自国の飲み物と勘違いしてる人もいたんだとか。愛されすぎじゃね？そんなオロナミン C は、2023年5月18日に累計販売本数300億本を突破している。それを記念して、商品名にちなんだ7月3日を波の日、つまりオロナミン C の日として日本記念日協会に登録を申請して承認されているぜ。記念日まで制定しちゃうとか本当にすごいわね。まさに比類なきロングセラー商品としての地位を確立しているな。この調子で、これからも愛され続けてほしいもんだ。5つ目は、レモンスカッシュだ。名前の由来は、英語のスカッシュから来ており、意味は押しつぶす。つまり、レモン果汁を絞り出した飲み物ってことを指してるぜ。今では果汁に炭酸水を混ぜた飲み物って意味合いになってる。ちなみに炭酸で割らずに水やお湯で割ったものをレモネードと呼んでいるぞ。割るものによって名称が変わるのね。とはいえ、これも国によって結構違いがあり、アメリカやカナダは日本と同じだが、イギリスやアイルランドでは、炭酸入りのものもレモネードと認識している。マラクじゃねえの。また、イギリスでは原液の状態のものもレモネードと呼ぶ場合があるそうだ。またまたややこしい。レモンスカッシュが伝来したのはいつかは不明だが、1800年代に長崎に炭酸飲料が持ち込まれてることから、この辺りにはあったと思われるぜ。名称としては、大正末期に発表された小説知人の愛にレモンスクオッシュとして登場しているな。ということは、幕末にはもう日本にあったの？そうなるな。なので、一応サイダーやラムネの同期と呼んでもいいんじゃないかな？それほどまでに長い歴史を持っているため、日本には様々な飲料が存在している。まず紹介するなら、富士屋のレモンスカッシュをあげるほかないぜ。名前からしてあげないわけにはいかないよね。レモンスカッシュは、1975年より販売されており、黒い缶に泡を思わせる白い水玉模様が描かれているのが特徴だ。改めて見ると、見た目のインパクトがかなりすごいデザインよね。果実を細かくすりつぶしたピューレとペーストを入れることで、喫茶店で飲むような本格的な味わいを楽しめる、という歌い文句通り、なかなかの味わい深さだぜ。そんなレモンスカッシュ以上に有名なものとして、サントリーの CC レモンがあるぜ。レモンの飲み物といえば、って聞いたら間違いなく名前が上がるメジャー商品よね。発売されたのは1994年。ビタミン C を売りにしており、500ml ボトルにはレモン50個分のビタミン C が配合されているのが特徴だ。レモンの風味はしっかりありつつも、甘すぎず酸っぱすぎず、なおかつ微炭酸なことから非常に飲みやすくなっているぞ。その飲みやすさとうまさから、国内にとどまらず海外でも人気となっており、日本に来たら飲んでおきたいジュースの一つにも選ばれているんだ。確かに、CC レモンは見た目も良いし美味しいから人気になるのは納得だわ。同じレモンの炭酸飲料は海外にもあるというのに、ここまで世界中の人たちを魅了している点からも、日本の飲料のレベルがどれだけ高いか推し量れるってもんだな。この調子で世界中で愛され続けてほしいわね。6つ目は、炭酸水だ。と言っても、ただの炭酸水ではなく、いわゆるフレーバー炭酸水についてだぜ。フレーバー炭酸水は、名前の通りフレーバー。つまり香料がついた炭酸水だ。フレーバーの種類は様々で、レモンなどの柑橘系をはじめ、グレープやピーチなどもある。中には秋田県のニテコ炭酸水や、北海道のストロングスパークリングガラナといったご当地炭酸水も存在するぜ。ガラナは北海道では愛飲されてると聞くけど、まさかそんなものまで作られてるなんてね。道民愛の凄みを改めて知っちまったな。このように、実物を思わせるほんのりとした風味が楽しめるのが特徴で、ウイスキーや焼酎のハイボールで、味わいに微妙な変化をつけたい場合などにも適しているぜ。それもいいけど、私としてはダイエットに有効な点も見逃せないのよね。健康志向の世の中だから、その点は男女問わず注目ポイントだな。なんせ、使ってるのは基本的に香料と普通の炭酸水のみだから、他のものは一切入っていない。だから、余計な栄養を摂取する心配がない。そのため、ダイエット中だけどジュースが飲みたいという強烈な欲求を少しでも和らげられるので、愛飲してる人も多いと思うぜ。もちろん、あくまでただの炭酸水にジュースの風味がついているだけだから、飲んだ時のこれじゃない感は半端じゃないんだけどね。
でも、最初から割り切って飲む分には、風味を楽しめる分普通の炭酸水を飲むよりは飲みやすいわ。ちなみに私はレモン系フレーバーが好きだけど、マリサは？私はビアフレーバー。つまりビール風味の炭酸水だな。ビール風の炭酸水なんてのもあるんだ？正直、最初飲んだ時は初期のノンアルコールビールの日じゃないぐらいのこれじゃない感を味わったが、今はこれはこれで悪くないって思えてるぜ。何事も慣れってのはあるもんなのね。こんな感じで、メジャーなものからマイナーなものまで、いろんなフレーバーがあるのも特徴だぜ。最近だと、炭酸の強さも様々あり、刺激弱めの弱炭酸から刺激強めの強炭酸なんてのもあるな。飲む人の好みや悪者との相性で選択肢が増えたのは嬉しい限りよね。ちなみに私は、普段は普通の、強めが欲しい時は強炭酸って感じかな。私は強炭酸一択だ。飲んだ瞬間の口と喉で弾ける感覚がたまらないぜ。このように多彩な炭酸水は、海外でも人気で、ヨーロッパでは地形や火山の影響で炭酸ガスを含む水源が多く、天然の炭酸水が広く飲まれているぞ。特に油分が多い洋食との相性が非常に良いため、食事中や食後にリフレッシュとして飲まれているとのことだ。確かに、脂っこいものを食べた後に飲んだらすごいスッキリするよね。このように海外でも愛されている炭酸水だが、飲みすぎると下痢や腹痛の原因になる可能性があるので注意だ。さらに、炭酸水を飲むと胃腸が活性化し、消化吸収も促進されるため、飲む量やタイミングを間違えると、逆に食べすぎる可能性もあるぜ。ダイエットのはずが逆効果はまずいわね。とまあ、一長一短ある飲み物なので、両方用量は正しく飲んでほしい。最後に紹介するのは、子供ビールだ。スーパーとかでたまに見かけるやつね。子供ビールは、その名の通り子供たちがビールを飲んだ感を出せる炭酸飲料だ。似たようなものだとシャンメリーってのもあるな。ビールを再現した飲み物というだけあって、色や泡立ちはビールとそっくりになるように作られている。ものにもよるが泡の持続時間が長いのも特徴だ。味も様々だが、基本は弱炭酸のリンゴ風味で、若干苦味が加わっているものが多いようだ。こうして見ると中身全然違うのね。そや、あくまで子供向けにビールっぽい見た目をさせただけのジュースだからな。それでも、ちょっとだけ大人な気分を味わえるから満足だろう。確かにね。子供の頃、大人たちが集まったら必ずと言っていいほど飲んでた謎の飲み物を飲めたって気分になるだけでも特別感を覚えるものよね。そして見た目がそっくりだから、うっかり本物を飲んで文字通り苦い思いをしちゃうんだよな。それもまた、子供の頃の良き思い出よね。ところで、海外にはこういう飲み物ってないのかしら？海外産だと、ルートビアが該当すると思うぜ。ルートビアは、19世紀のアメリカで誕生した炭酸飲料だ。見た目は黒ビールやコーラに非常に似てるのが特徴だ。しかし、原材料にハーブや樹皮などを使っているため、味はまるで似つかないし、かなり癖があるため好き嫌いがかなり分かれる飲み物だ。そんなにすごい味がするの？飲んだ人の感想を見るに、飲むサロンパスって言われてるぐらい癖があるらしいぜ。そりゃ好き嫌い分かれるわ。ただし、好きな人はとにかく好きらしく、アメリカの飲料市場において 3% のシェアを持っており、市民にとって馴染み深い飲料らしい。しかも地ビールのように、地域独自の地ルートビアと呼ぶべきものも数多く販売されているそうだ。また、一般的じゃないものの、自家製ルートビアもあるそうだ。他にも、ルートビア味のキャンディや、のど飴などもあったり、ルートビアにアイスクリームを浮かべたルートビアフロートなどのアレンジ飲料もあるとのことだ。マジでか。タルフンといい、どんなものにも需要ってのはあるんだね。ちなみに日本でも、沖縄など一部地域では普通に販売されていたりするぞ。また通販でも手に入るから、興味がある人はぜひ試して感想をくれ。この紹介で飲むってのはかなり勇気いるんだけどそれは。ところで、マリサは飲まないの？いいえ、私は遠慮しておきます。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう、だぜ。